住宅情報東京住まいナビ、スマナビ始まりました。今回も希少な物件情報をお届けします。さあ本日は近年の駅前再開発によりますます利便性が向上した渋谷区笹塚にやってきております。笹塚のいいところはやはり駅前の商業ビルフレンテ笹塚には様々なお店が入っていますし、周辺にスーパーマーケットが5店舗以上あるので選ぶ楽しさもあり便利です。そして立地的には京王線でも甲州街道でももう新宿まで一本まっすぐ近いところですね。自転車でもすぐ行けます。今回はそのような便利なロケーションにございます渋谷区笹塚3丁目にある中古一戸建てをご紹介します。では行きましょう。今回ご紹介する物件があるのは京王線の笹塚駅徒歩10分の閑静な住宅街、また幡ヶ谷駅も徒歩10分で利用可能で都心方面へのアクセスに便利な立地、さらに中野通りが近いので中野方面への縦の移動もしやすいロケーションです。さあ到着いたしました。こちらです。91平米を超える整形地に立つ生活のしやすい2階建てとなっております。車高の高い車も余裕で駐車可能な大型カースペースもございます。では室内を見ていきましょう。さあ玄関ホールですが、天井高にも余裕がありその分トールタイプのシューズクローゼットは大容量です、ね、こちら壁面のニッチ収納もね、小物などを飾れておしゃれに演出できますね。では上がりましょう。さあこちらの1階廊下を進むとすぐのお部屋が 6.2 畳のサービスルームです。収納力もあり窓も2面にありますからね、もちろんお部屋としてお使いいただけます。そしてこの他1階にはこちらに手洗い付き窓付きのトイレがあり、またこちらの廊下収納が天井高があり奥行きがすごくありますので掃除用具などいろいろなものをたっぷりと収納していただけます。そしてこちらが 6.2 畳の角部屋2面採光の洋室ですね。窓も大きいので光もしっかり入ってきて快適にお過ごしいただけます。そしてこちらが水回りです。洗面洗濯機置き場白を基調としていますので清潔感がありますね。そしてお風呂、窓も大きいですからね、換気もしやすく清潔にお使いいただけますね。続いてこちらの2階はまず LDK が配置されております。とにかく南側と東側に大きな採光がありますからね、たっぷりと光が入ってきて日中ずっと明るくお過ごしいただけます。さらにこの天井吹き抜けですからね、すごく開放感があります。またトップライトもありますし、こちら側も高い位置に窓があるおかげでしっかりと部屋の奥までね、隅々まで光を届けてくれます。いやーこの開放感は気持ちがいいですね。またバルコニーもワイドスパンで奥行きもしっかりありますからね、植栽を飾ったりそして目の前も抜けていますので、やはりこの開放感は気持ちがいいですね。またこの天井吹き抜けがあるということでこちらの上部にロフトを設けております。もう 7.8 畳の広さがありますからね、季節物の収納力として重宝します。そしてキッチンなんですが、こちらもスペースに余裕がありますね。ですので大きなキャビネットや作り付けの収納力もたっぷりとあって使い勝手が良さそうです。さあ設備仕様なんですが、この半円型の大きなシンク、そして食洗機ももちろん搭載しております。さらには3口の IH クッキングヒーターですね、お手入れが非常に楽です。もちろんグリルも搭載しております。この他2階にはここにも大きな廊下収納があり奥行きがたっぷりとありますからね、大容量ですごく便利にお使いいただけます。さらに2階にも手洗い付き窓付きのトイレがあります。そして
こちらが7畳の大きな最高の角部屋ですね。いやー、光がしっかりと入ってきてすごく気持ちがいいです。さらには大容量の収納力もありますので、マスターベッドルームとして最適ですね。そしてこちらがルーフバルコニーです。いやー、気持ちがいいですね。こちら側の眺望が抜けていますからね、すごく爽快です。もうとにかく風も抜けますし、この日当たりですからね、洗濯物もすぐ乾きますし、これだけの広さがありますので、ガーデニングをしたり、気候のいい時期はこちらでご家族皆様で食事なども楽しいですね。さあ、いかがでしたか。渋谷区笹塚にございます中古一戸建て、都心から程よい距離感ですごく便利に生活のしやすい笹塚にあって、このリビングの開放感、そして各居室もしっかりと広さが取れ、さらには収納力も豊富、この吹き抜けを生かした大きなロフトや気持ちのいいルーフバルコニーなど、もう充実の間取りです。さあ、こちら気になられた方はぜひともお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。